今週のワックル。ワックルや。ワックル？アイアンマン。今週のワックルもアイアンマン。毎週アイアンマンです。よろしくお願いします。週刊の。コンビニ企画は一回やめて。やってたけどね、さっき。ボードゲームをね。おお。あのやりたいなと思って。やったー。イエーイ。あ、ありがとう。やってくれ、肉声で。肉声交換。ちょっとね、何個かね、ボードゲーム。あら。おう見つけてきたんですけど、竹内くんのそこから見つけてきたっていうか、ね、まずこれグンギーグンギーグンギーグンギやんグンギいいですね。グンギが売り出したぞみたいな時に、うん、速攻で買ってたよね。うん、でそこからやあんまやらずに一回もやってないんじゃない。おもろそう。グンギおもろそう。うわ、グンギそのさ、今さっきパッと見たけどさ、めっちゃおもろそうやん、うん、これめっちゃおもろそう、うん、めっちゃおもろそうやけど、あこんな感じなんや、将棋今からやんのむずそう。ちょっとルールが一つもわからない。今から将棋ぐらい覚えんといけない。今度あれでやる、そのゲーム配信でやるね。これをゲーム配信一回ゲーム配信しよう。アナログのゲーム配信するんやろ。30歳、30歳、29歳の3時30分に今から軍技を覚えるのは不可能です、うん、不可能ですよ、脳みそ的に。何も覚えれない今は。あれだけやるか。うん、えうわ、まさか、もしかして小麦いるか。はいな小麦。いるか。いますとも。ね、ここもちょっとうろ覚えてる。ピュー。あ、プフやった。プフが通った。プフおったやん時ね。ちっちゃくなったら凶暴性増すのなんなんやろ。確かにな。確かに。ムカつくよなプフ。いや読まないとわかんないなら。なんで笑ってないの。どうしたどうした。あれあれ。なんか楽しそう。楽しそうこれ。重ね、こんなんね、重ねれるんよな。そう、重ねて効果が変わるんだよ。そう、重ねたら強くなるんだよね、うん。こんなん広げたら絶対やるけどね。ね覚えません。今から覚えてやることはしません。おやすみなさい。その点ベイブレードは簡単やったね。シュッて引っ張るだけやもんな。回したぞこれ。おーし。怒られるじゃん。おはじきさん。おはじきさん。軍技買って、あとルール簡単なやつをやるってこと今日。そうですね。はい。僕はちょっと難しいんで、すいません。難しい。はい、バトルライン。バトルライン。何が？これもう一個ね、バトルラインっていうのがずっと気になっていたんだけど、どんなゲームかもわかんないからずっとやってもなかったよね。確かにな。バトルライン、ライナー・クリニッツや。わかるわかる。あ、ライナー・クリニッツだな。わからんやろ。次なんか聞いたことないやん。GMT ゲームスが出してる。どこやねん。バトルライン、ライナー・クリニッツやですね。本当は悪い組織の会社みたいな。表向きはカードゲームを出してる。アンブレラ社みたいな。古代の戦争は隊列を組んだ軍同士の間で戦われました。軍技じゃない。古代の軍技。古代の指揮官たちは自軍の隊列を敵より優位に起動させることにより敵隊列の分断または側面からの包囲を成し遂げ勝者の栄冠を勝ち得たのでした。むずそう。あなたはこの人やむずすぎて酸素が足りてないこのゲームであなたが指揮官としてなすべきことは9個のフラッグをめぐる戦いで敵よりも優位な隊列を作り上げることです。急にアホみたいになってきて。フラッグ連続する3個のフラッグはまた任意の5個のフラッグを確保できたときあなたは戦場の勝利者となります。数字を言ってちょっと一回開いてみます。一回ごめん、中見てみる。むずそう。を今日はやりません。何をすんの、やるやつだけ開けて。今日はやりません。何これ。すみません。多いって。入試ちっちゃい文字が多いです。おもろそうで、ね。ちゃんとやったらおもろいやろな。なんか多分いろんなカードがあるデッキがあるんだけど、1個目がサンペイ。見して。おもろ。サンペイや。サンペイや。その字か。
びっくりしたあれの三平です。関数字かと思った。見るだけちょっと見て、あ、カードだけ見てみる。発音合ってる三平か三平かハーで言ってる。チョルガイ、マジでハサミラインない？ハサミライン。爪切ラインでもいいんだけど。爪切ライン。ラインでね、確かに。うん。二個目とか軽装歩兵。なんて？軽装歩兵。なんで軽装で来んねん。金ないやん。これあのあれね、投げる槍の兵ですね。逃走。そう。うん、もちろん読まれへんよ。黄色と、ま、別の色で。次緑で三平、うん、ああなるほどね。緑の三平、いろんな色のそいつらがおるんよ。三平グリーン、三平イエロー、三平ブルー、三平ブルー、おやつめの三平を、三平パープル、パープル、赤ないのメズ、三平オレンジ、三平オレンジ、オレンジ、赤は赤作れ、三平レッド、あああった、あるんかい。楽しそう、楽しそうでした。今度やろう。バトルライン楽しそうでした。はい。これちょっとまだすいません、ごめんなさい、今度ね、難しそう。ポリが来た、ポリ、ポリが来た、口悪ポリ、これ簡単そうです。ポリ、ポリが来た。後ろの説明のところに、さっきで言うね、古代戦術みたいな書いてたところに、決めてハピネス、どういうこと、やばいってマジむずいんちゃう、カタカナやん。決めてハピネスってこと、スーパーハンズアップ型カードゲーム、ハンズアップ型、おもろいんかちゃんとプレイヤーは闇の粉トンヤ、危ないって、禁断の香辛料を集めて出荷します。うわ悪、しかしゲーム中ポリのガサ入れ、ポリ犬の襲来、ボスの来訪によりアホが考えるアクションが取れます。アクションが一番遅いプレイヤーは自身のカードを押収されてしまいます。そうしてカードの押収を免れて一番多く粉を出荷したプレイヤーの勝利です。ポリが来たというと、その他のプレイヤーがハンズアップ、犬を出すと、サマリータッチ、サマリータッチ、ボスが来たの場合は片手を胸に、アクションが遅いとカードを押収、書いてますね。あんまよくわからん。まあ圧倒的に簡単そうだな、比べたら。やってみる？一回やってみるか。ルールもね、この通り。今日はやりません。コンビニ行こうもうわ、どこ行くねん、おいどこ行くねん急に、おいどこ行った、え、あーフィルレードや、おいボードゲームはすいませんすいません、字が多すぎた、俺のやつ使っちゃうか、オペブレードとなんじゃもんじゃしかできひんわ俺らは。うん、これ見て、これ説明書、3、2、1、ゴーシュ、いいぞやば、攻めろ、いい、おーすごいすごい、あうわいけ、かっこいい、あわ簡単、最高!CM やん、他を下げる CM 海外の CM、 海外そんなことないわ、海外の昔のハンバーガー屋とかやつだし、ポリが来た、ポリが来た、ゴーシュ、何が早い、何が、すごい早っ、なんか見て、お、かわしてる、やばい、こうなったら負け、こうなったら負け、これは勝ったっしょ、あー、わかりやすーい、わかりやすーい、炭が来たあ、チャリか、マジで逆これもできんか、何ができる？今日やりますか？OK、行こうぜ、強そうこれ2回です、怪力ベイ、3、2、1、ゴーシュー、いけ、魔法収納と捉えて、かっこいい破壊、
いや今日楽しいな、ボードゲームやってみよう。いいな、ボードゲームよかったね。3つ開けましたからね、ボードゲーム結構やってるな。もうこうやってバーって回してさ、うん、ですぐやり直してさ、もういっぱい召喚してさ、うん、いっぱいにしようよ、ここ。あ、いいよ。あ、いいね、いいね、それいいね。ゴーシュッバーン。いけるか。あ、小学生でも後半の遊び方だしな。もう楽しかった。ボードゲーム紹介チャンネルだな。ボードゲームいいな。いっぱい紹介できるからね。俺らすごい速度で紹介できる。やんないから。ボードゲームをその作ってる方とか連絡ください。紹介します。しますんで。はい。連絡しないですか。無償でね。無償でね。とにかく見せます。くださったら、説明書の文字がね、あともうちょい少ないやつだったらやるんですけどね。ここ1個分ぐらいだったら練習ですけど、ここぐらいだったらあまりにも多いんだよね。今度ね、どれかボードゲームやってみて楽しかったら、あの、うん、板橋ゲームの方でやってみましょう。竹内さん、はい、今回のボードゲーム終わりそう。やってみよう。7階建て中何階建て？5階建て。聞き覚え。これでこれで5階だとほんまか。考え直してくれ。頼む。5階だと価値がなくなってしまう。もう寝ようかよ。こいつ光って俺かもね。そいつの光だけちょっと見るか。ゲームやもんな、これ。これももう。机の上でやったボードゲームとして。どこがやねん。いいじゃん、いいじゃん。さあ、どうだ？やってくれ。どんな感じ光るんだろう。光らせませんって。またねー。またねー。何ならできんだよ。全部見れずに終わった、みんな。見たいもの。一つも見れずに終わった。